はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、第14話ですね。次はあと2話ですね。そうすると、じゃあ進んでいきたいと思います。新多元世紀1年10月15日、第14話、時の牢獄で。まだガドライトは生きている時か、まあ出てきたからそうなんだろうけど、いがみ合う双子のスフィアリアクター、あいつです、ブルー。我々の地球の時の牢獄に閉じ込め、人類の同士討ちを狙ったジェミニス、その司令があの男、ガドライト・メオンサムです。ご紹介をありがとうよ。俺がその全ての元凶のガドライトだ。よくもまあそれだけのことをしておいてヘラヘラしてられるもんだぜ。待てよ、お前らは察するところもう一つの地球から来たんだろ。だったらこっちの地球のことで起こるのは筋違いってもんだ。うるせえよ悪党、そういう問題じゃねえ。こっちの地球には世話になった人たちがいるんでな。何よりてめえ勝手に他人様の星をどうこうしようってやつは好きじゃねえのさ。あなたを倒すことでこちらの地球が救われるなら、私たちもあなたたちと戦います。俺にその気はねえよ。何？単刀直入に言う、俺と手を組まねえか。え？俺たちに悪党の片棒を担げってのか。待て、クロウさん、あの男の話を聞く気ですか。あの男がよほどのバカでもなければ、俺たちの答えがノーなのは分かっているはずだ。だがそれでも話を持ってくるってことは相応の理由があるからだろうさ。俺はそれを知りたい。ご名答。そしてそいつはあんたらにとっても悪い話じゃねえ。うまくやりゃ俺もジェミニスもこのクソみたいな生き方から抜け出せるしな。前置きはいいからとっとと話を聞かせろ。言っとくが、不可視の類は一切なしだ。分かってる、俺は偽りの黒羊とは違うさ。あんたらと組みたい理由、それはズバリ奴らと戦うためだ。奴ら？俺のいがみ合う双子のスフィアとあんたらの3つのスフィア、それが集まればなんとかなるかもしれん。もっともあんたらの場合ステージを引き上げなきゃどうしようもないだろうがな。要するに俺たちにお前の兵隊になれってのか。もちろん相応の見返りは用意する。場合によっては俺たちジェミニスはこの星から手を引いてもいい。何？それにいずれはあんたらだってやつらと。ん？どうした？この感覚、やつか。しくう、この野郎、セントラルベースにいないと思ったらこんなところにいやがったのか。気をつけてください、ジェミニスが来ます。ガドライト、遅れてすまん。ガドライト？要するに俺たちはクソダメの中を進むしかないってことかよ。クソが。どうなっているの？事情はわからんが、シクーが来たことで奴の話はご破産ってことらしい。つまり、ああそうだ、余計な手間を取らせて悪かったな。やっぱり俺はあんたらとやり合わなきゃならんってことだ。上等だぜ、鼻からこっちはそのつもりだ。ブルーさん、ここであの男を倒せば。はい、地球を救うことができます。はっ、舐められたもんだぜ。チー、この力は腐ってもサードステージのリアクターだ。あんたら程度のが何人揃っていようと負ける気はないのさ。さっきは俺たちの力を当てにしようとしていたくせに身勝手な野郎だぜ。そうだな、だが俺はもう後戻りはできねえ。とっととあんたらを叩きのめして点数稼ぎに使わせてもらうぜ。5ターン以内にジェミニアか。シクーはとりあえず機体はいないから森に行きますか。森にちょっと全員地上に下ろしましょう。じゃあで、こいつが援護攻撃があるので中心にして、ガンレオンが勝てんなって、こいつは上の方と。よし、じゃあこのフォーメーションでいきましょう。果たしていいのかっていう感じはあるけど、91% か。やっぱり当たるな。お、かわしたどういうこと？
うおー 13% とか言ってマジかよ。傷だらけの獅子、あんたがどれだけ打たれ強いか試してやるぜ。こら、ガーリーのサンドバッグみたいに言うな。言っとくぜガドライト、俺のあだ名は傷だらけの獅子だけじゃねえんだ。俺はザ・ヒート、俺の熱がお前のふざけた態度を燃やし尽くしてやるぜ。熱いね大将、だがあんたの熱気じゃ俺の怒りはかなわない。そしてあんたの熱でも俺の諦めに火をつけるってのは無理ってもんだぜ。おお、爆発すればそこそこか。こいつ2回行動だ。そういえばあんたが悲しみの乙女か。私は節子小原です。なるほどな、どうやらあんたもリアクターになったおかげでろくな目に遭ってこなかったようだ。だったらその不幸は俺が背負ってやるよ。俺の元につきな。そうはいきません、スフィアも含めてバルクラは私の一部です。グローリースターの絆を誰かに渡すつもりはありません。うー、痛い。とりあえずだな、腹痛をかけといて、ペインシャウター、とりあえず気力を上げないといけないですからね。で、どうしようかな。結局は集中使っても 100% ですからね。こいつも集中と。センターで引き倒しとくか。4800、うわー、タナナヒー。敵があればな、もうちょっと違ったんだろうけど。ペインショーターって打てる？打てない。114か。そうか、腹痛を使ってるからか。さすがに装甲硬いな。これはもうガードするしかない。いってー、減る減る減る。これもガード。とりあえずこのターンでザコは倒したい。アップ壁。2体巻き込めればよかったんだけど、それはできないと。あとはこいつか。アンナロッタ。アイストレイターレッド、ファイヤー！クーラン。とりあえずこっちに行こう。セーブをしとかないと落ちる可能性があるからな。これは当たらないでしょう。一応 100% あるな。869、硬い。よしよし、いいね。硬いの大歓迎だよ。反撃しよう。 31% 当たれ。当たった、やったーバリア持ってるし。 37% ガードしとこう。こいつなんか持ってる。強化パーツ持ってないっすね。5ターン以内にジェミニア撃破か。ヒットポイント回復持ってんのかな、ジェミニア。なんかもう忘れちゃったな。地獄編で出てきたんだけど。あー、エネルギー回復大か。勇者の証持ってる欲しい。
あえず直感使ってひらめき使って、こいつはここスピゴット行くぜ。知ってるぜ揺れる天秤、あんたの機体トライアスコートが作ったんだろ。こいつチーフのことを知ってるのか。惜しいな、あの博士の目覚めがもうちょっと早ければ次元の檻を破ることもできたかもしれないのによ。なんだかごちゃごちゃやってるようだが、そのうち無駄だってことを知るだろうさ。ふっ、なんだよその余裕は。こっちの地球の状況はよくわからんが、チーフが動いてるなら一安心だぜ。期待しても無駄だってのがわからんようだな。お前はチーフを過小評価している。あの人は想像以上にしてたからぜ。どれだけ警戒してもあの手この手で俺に借金を背負わせやがるからな。こいつはどうしよう。腹痛必中がいけんな。こいつも腹痛かけとくか。ジャイアントレンチが届かないからおくらえくらえ。直感、どうしよう。根性で比較させる。コンバットアクション、よし。半分くらい減らしたから次は次のターンでいけるっしょ。とりあえずこいつ名前忘れた。アンナロッタはほっとこう。回避、防御で、こいつ反撃できるな。よし、これを使おう。2500、結構減ったな。よーし、で、直感かけて必中不屈マキシマムブレイク。ちょっとマキシマムブレイクの音が専用曲になってるんで、機体曲、舞台曲、機体輪でね。よし、行くぜマキシマムブレイク発動。迷いもない。開け、次元回路。ターゲット捕捉。撃ち止め。さすがはリベレーターだな。久々に熱くなってきたぜ。こいつはよ。のなりは伊達じゃねえ。大きいことはいいことだ。やるぞ。さあ発砲、マシン大圧殺。こいつを使い飛ばせるぞ。これと親方くらいのもんよ。あと5000。さすがに奴らに目をつけられただけはあるぜ。交流しフルバースト。終わらせるぞジェミー。ジュニアよ、俺に答えろ。俺の怒りを力に変えろ。マッチ、アクセルを踏みすぎた。さあ、そして3200だからこれで終わりかな。直感、必中とマキシモンブレイク。オールディングスマッシャー。
410上。何の冗談だよこりゃ。機動力、運動性が強化されている感じる。ターバンの中のスフィアを。コンパクトアクション、ゴー。今の私ならやれる。死ぬか。ただ俺にはスフィアがあるんだ。グローリースターの誇りは私と共にある。さらばだ、ガードライト。勇者の証、よーし1万円。クソ、余計な期待を持たせちまった反動かよ。ジェミニアに無様を晒せちまった。やったか、笑わせんなよ。期待が再生していく。またスピアのインチキ力かよ。あんたら程度の力で俺を倒すなんてのは土台無理な話なのさ。クソ、アイムの時と同じかよ。分かったらとっとと白旗を開けて。お、来た。そこまでだ、ガドライト。来やがったな、お邪魔虫。お前ごときが来たからと言って俺を倒せると思うなよ。誤解しないでもらおう。君を倒すのは私でもここにいるリアクターでもない。君を倒すのは彼だよ。つまらん冗談だぜ。節子、ランド、クロウ、来るんだ。来るって？この青の地球の戦いは彼らに任せればいい。彼ら？君たちのよく知っている戦士たちだ。じゃあ了解だ。あいつらがいるんなら俺たちの出る幕はない。逃げるのかよ。そうじゃねえよ。お前の相手は俺たちじゃないそうだ。彼らならきっとあなたを倒しこの地球に平和を取り戻してくれます。ガドライト・メオンサム、次に私たちが会うときは君の歪んだ願いが完全に絶たれるときだ。さようなら。ち、何もかも知ったような口を聞きやがってよ。クソ、もうすぐ次元の檻が完成するってのにまた俺の中で何かがくすぶってきやがったぜ。ここはセントラルベースの近く。俺たち戻ってきたってわけか。そうだ、我々はこの緑の地球でやらねばならないことがある。中央大陸の解放ですね。その通りだ。幸い時空振動に巻き込まれたおかげでサイデリアルは我々の消息を見失っている。巻き込まれた？あれはあんたのやったことじゃないのか。すまない、あの時のことは私もよくわからない。いいさ、今はそんなことを言ってる場合じゃねえ。あのシクーという男が不在で敵がこちらを見失っている今がセントラルベースを落とす最大のチャンスってことか。行こう。なんとかのマカツを倒し、結局読めない。この大陸をサイデリアルの手から解放するんだ。というところで、14話が終了ですね。まあ全部で15話あるみたいなので次が最後ですね。とりあえずアスクレプスちょいと鍛えとくか。 OK、 カスタムボーナスみんな一緒だな。あとは3万7000円あるんで誰を鍛えようかな。まあとりあえず主人公張ってるアスクレプスを鍛えて。あ、こいつまだいたんだ、オリオン。オリオン全く鍛えてない。5000円、OK。で、強化パーツ。スナイパーキットがやっぱ意外に役立つんですよね。クリティカル補正が高くなるんで。まあでも勇者の証をせっかく手に入れたんで、つけときましょう。あ、でもクリティカル補正あるじゃん。じゃあブースターをそのままつけて。あとはじゃあ、援護攻撃を持っているリープラスターにつけますか。メガブースターなんだかんだでいらないな。ほい、スナイパーキットと。こんなところかな。では第14話はこれで終了して、次回最後の15話をやっていきたいと思います。